こんにちは、 XBOX 専門 VTuber のたくみしいなです。今回は XBOX で2024年3月に新発売となる最新の期待作と A1 ゲームパスタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。ヘベレケ2、3月1日発売予定、定価3300円です。1991年にファミコンで発売されたヘベレケの32年くらいぶりの正統続編となります。ジャンルは探索型の横スクロールアクションゲームとなっていて、手作り感満載のフェルト調の世界を冒険していくこととなります。今作は新しい力や仲間を手に入れることでどんどん行ける場所が増えていくメトロイドバニア形式の作りとなっている。他にもステージに入るたびに構造がランダムに変化する要素を取り入れていて、挑戦するたびに新鮮な気持ちでプレイすることができるようになっているとのことです。アウトラストトライアルズ、3月5日発売予定、定価4650円です。最強のホラーゲームとも呼ばれるアウトラストシリーズ、7年ぶりの最新作がいよいよ登場です。しかもこれまでのシリーズは過激な表現が多く含まれていたためか、日本では未発売でしたが、今回は待望の日本国内でも発売となります。過去のシリーズでは襲いかかってくる敵や恐怖から隠れたり逃げたりして進めていくタイプのゲームとなっていて、基本的に戦闘を行うことはできず、カメラの暗視モードなどを使って薄暗い村や病院、学校などを探索していく作りでした。最新作でもシリーズの特徴は継承しつつも、今回はシリーズ初のオンライン協力プレイに対応し、最大4人のプレイヤーと一緒に恐怖体験を楽しむことができます。人数が増えて仲間ができたことによって、ワイワイと楽しめるお化け屋敷的な作りになったのかなと感じますね。私1と2ともに遊んで、いろんな意味で絶対に動画や画像を出せないような強烈なシーンや描写があり、非常に印象に残っているタイトルです。待望の続編、とっても楽しみにしています。ユニコーンオーバーロード、3月8日発売予定、定価8778円です。オーディンスフィアや13騎兵防衛剣を手掛けたバニラウェアの新作シミュレーション RPG で、バニラウェアの XBOX 初参入タイトルにもなります。仲間と出会いながら巨悪に挑む超王道の冒険ターを、高精細なグラフィックとキャラクター、そして自由度の高いフィールド探索と新機軸のシミュレーションバトルで描いていて、1990年代の名作シミュレーション RPG が持つ重厚な雰囲気や戦術性を継承しながらも、独自のバトルシステムやオンライン対戦などの要素を盛り込んでいて、懐かしくも新しい唯一無二のゲーム体験を楽しめるように作られているとのことです。アウトキャスト新たなる始まり、3月15日発売予定、定価8800円です。1999年に発売された、世界を自由に動き回ることができるオープンワールドゲームの先駆けとなった作品、アウトキャストの続編となります。未知の世界へ送り込まれた孤独な主人公として、美しく広大な世界を冒険していくアクションゲームです。オリジナル版の制作チームが再び集結し、本作でも3人称視点で壮大なオープンワールドを自由に探索、ジェットパックによるジャンプやエアダッシュ、グライドなどによるスピード感のある移動や、惑星を侵略しようとするロボットとの戦闘を楽しむことができます。また日本語字幕だけでなく日本語音声にも対応します。アロン・イー・ザ・ダーク、3月20日発売予定、定価7600円です。長らく発売延期していましたが、いよいよのリリースとなりそうです。元祖 3D サバイバルホラー作品として、1992年に発売された同作がリメイク版として復活します。1920年代のアメリカ南部、精神病棟デルセト屋敷を舞台に、奇妙な住人や悪夢のような空間の探索、そして危険なモンスターとの銃での戦闘を行って、邪悪な陰謀を明らかにしていきます。今作では、オリジナル版と同じ舞台、同じキャラクターでありながら、ストーリーは新しく作られた内容を楽しめるとのことです。ドラゴンズドグマ2、3月22日発売予定、定価8990円です。
カプコンが手掛けるオープンワールドアクション RPG ドラゴンズドグマ12年ぶりのナンバリング新作がいよいよ発売となります。今作では誰かと一緒にプレイする協力プレイの楽しさを一人でも体験できるようにと作られていて、プレイヤーと常に行動を共にするメインポーン一人とオンラインで他のプレイヤーから借り受けるサポートポーン二人の最大4人で冒険をすることができます。またメインポーンはプレイヤーとの冒険の記憶を元にして行動が変化していき、まるで誰かとマルチプレイを楽しんでいるかのような感覚を味わえるようになっているとのことです。ジャンプして大型の敵サイクロプスの背中に飛びつき、頭まで登って弱点の目玉をザクザクと切り刻んだり、橋を破壊して敵の群れを谷底に落としてしまったりなど、物理演算の技術を含めた今作ならではのダイナミックなアクションを楽しめるのが魅力となっています。ここからは発売日初日からゲームパスに対応するタイトルをご紹介します。 MLB The Show 243月19日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。プレイステーションスタジオのファーストタイトルとなる野球ゲームです。 MLB を代表する選手やチームを選んでライバルたちと試合を行ったり、選手の名試合や軌跡を追うことができるストーリーラインなども搭載しています。今作は過去のシリーズと同様に、今回も Xbox、PS、Switch、すべての機種で日本語には未対応となります。ライトイヤーフロンティア、3月19日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。銀河の果てにある惑星を舞台にしたオープンワールドのほのぼの系農業アドベンチャーゲーム。最大3人のオンライン協力プレイに対応していて、フレンドと一緒に遠く離れた惑星で作物の栽培や家の建築、未開の荒野の探検を楽しめます。また母と娘の車での旅を描くロードトリップアドベンチャーゲームオープンローズが2月の発売予定から3月28日へと変更されています。本作は発売日初日からゲームパスに対応します。ディアブロ4、3月28日からゲームパスに対応します。ハクスラ RPG の金字塔ディアブロシリーズの最新作です。サンクチュアリを舞台に過去最大級のボリュームの冒険を楽しむことができます。全機種間でのクロスプレイとクロスプログレッションにも対応しています。ということで、今回は Xbox で2024年3月に新発売となる最新の期待作と Day 1ゲームパスタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。 Twitter の方も情報発信行っているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。